はい、どうもこんにちは。本日は、ですね、最近購入した、商品のご紹介をしたいと思います。最近なんですけれども、ちょっと仕事が忙しくて動画がアップできず、申し訳ございませんでした。本日はですね、久しぶりに購入した、商品をご紹介したいと思います。それではいってみましょう。ナイキのフェデレーションキットっていう、SB から、ラインから出てますオリンピックの、スケートボードのユニフォームのコレクションですねの方をご紹介していこうと思います。本日ですね、7月の、25日、現在時刻13時52分でして、先ほどオリンピックの、競技ですね、堀米雄斗選手がですね、金メダルを取りまして、おめでとうございます。堀米選手も着ていたこちらの、T シャツなんですけれども、まだナイキのオンラインストアでも、購入できますので、もし気になる方がいらっしゃれば、こちらの動画参考にご購入をいただければなと思います。予選の時は確か6位か7位、になってまして、結構幸先結構悪いかなと思っていたんですけれども、決勝に進んで、決勝もですねランと1、2があったんですけれども、いずれもあまり高得点は取れずだったんですけれども、最後のですね、5つのトリックを、5回、1つのトリックを決めるというものでですね、1回失敗はあったんですけれども、それ以外は全て9点以上取りまして、合計得点 37.18、2位の選手とは 1.03 ポイント離して、優勝ということで、非常に感動した、試合になってました。そんな堀米選手も着ていたこちらのユニフォームなんですけれども、ナイキ SB のフェデレーションキットっていうところで、日本とアメリカとフランス、あとブラジル、の4カ国の、ユニフォームと、あとはですね、帽子であったりとか T シャツ、あとは、フライトジャケットみたいな、カバーオールですね、が出ていた、コレクションになっております。あとキャップとか、ソックスも出ていたんですけれども、私も何個か、購入しまして、そちらの購入した商品をご紹介できたらなと思います。現在はですね、スニーカーズの方で、こちらのコレクションがですね、まだ、残っているものもいくつかあるんですけれども、私はスケートボードショップのですね、抽選にいくつか申し込みまして、何個か購入することができました。事前の抽選で、インスタントであったりとかアリウープ、あとは、いくつかの店で申し込んだんですけれども、スケートショップについてはいずれも人気で、当選できなかった商品もあったんですけれども、今現在スニーカーズの方だとアメリカだとかフランス、ブラジル、日本も、全部ですねユニフォームが残っているので、気になる方はぜひ、チェックしてみていただければなと思います。で、今回私が購入した商品なんですけれども、1点目はこちらのナイキ、日本のですねユニフォームになります。堀米選手もですね本日着ていた商品になりまして、私は M サイズを購入しました。で、一応サイズ規格的には日本規格の M サイズっていうことだったんですけれども、そこまで大きすぎることもなく小さくもなくてですね、いつものナイキの、ウェアの US 規格と同じぐらいのサイズなのかなという印象になります。で、こちらの商品 と、同じ感じでブラジルの、ユニフォームも当選しまして購入しました。ブラジルの、ユニフォームに関しては、それはですね、日本はジャパンって書いてあるんですけど、ブラジルは、BRA って書いてあります。で、それぞれ、特徴みたいなのがあって、日本のユニフォームは鶴が、書かれているんですけれども、ブラジルのユニフォームは何だろう、これ何の鳥なんですかね。で、デザインがよくわからない、これはパラの、デザインになっているんですけれども、日本のものはおそらくここが富士山の柄になっているのかなと思いまして、他の国のものも多分国を象徴した何かが入っているんだと思うんですけれども、ブラジルはこれ何なんですかね、ちょっとわからないんですけれども、ブラジルカラーで、緑と黄色が入っているような、デザインになっています。で、生地は全て一緒なんですけれども、メッシュ地、ちょっと分かりづらいんですけど、メッシュ地になっているので、通気性も非常にいいかなという感じです。あと国旗、この国旗と、あと袖の、BRA という文字であったり、ここの鳥についてはゴムっぽい素材で、貼り付けられているので、梱包されている時にはくっつかないように紙がすごいたくさん入っていました。多分洗濯でも取れないとは思うんですけれども、ちょっとユニフォームっぽいような感じの、貼り付けがされております。
あとですね、日本の、キャップも購入しまして、これもまだナイキオンラインストアに残っているんですけれども、日本の国旗 と、左側にナイキ SB のロゴが入っています。で、形についてはヘリテージ86っていう、シリーズなので、定番の、ナイキのキャップになるのかなと思います。で、日本の国旗がついているキャップってなんか今まで持ってたことがないんですけれども、あのナイキであって国旗がついているというので、オリンピックを応援するグッズとしては非常にいいのかなと思って購入しました。価格もですね、3000円なんで、非常にお求めやすい価格なのかなと思います。続いてはですね、T シャツを購入しまして、まずはこちらですね、日本の、T シャツになります。ちょっと開けていこうと思います。で、ナイキの T シャツは結構小さめなので、私はいつも L サイズを購入しているんですけど、今回もこれ L サイズを、購入しました。一応ですね、規格的には、ルーズフィットっていう、タイプになるみたいなんですけれども、あのいつも普段シュプリームは M サイズ着ているんですけれども、シュプリームの M サイズと同じぐらいなのかなと思います。で、ポケットの部分に、ツルですねが、刺繍で入っているのと、左の袖にはですね、ナイキ SB のロゴがプリントされています。で、右の袖にはパラのロゴが、プリントされているような形になっています。で、こちらが T シャツの1点目になります。で、 T シャツもう1点購入しまして、こちらはフランスの T シャツになります。こちらもサイズは L サイズを購入しています。こちらも開けていこうと思います。はい、こちらがフランスの T シャツです。フランスはですね、サッカーのユニフォームにもあるんですけど、ニワトリなんですかね、の刺繍が入っているのと、左の袖にはナイキ SB のロゴがプリントされています。で、日本の場合、右の袖にパラのロゴがあったんですけど、フランスにはないですね。で、こちらも同じく L サイズなんですけれども、サイズ感的には、私はそうですね、このぐらいのサイズ感が良かったんで、ルーズフィットではあるんですけれども、いつもスプリームは M サイズを着ているので、それと同じぐらいのサイズ感になるのかなと思います。はい、 T シャツも着用してみました。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、身幅に関してはちょっとやや、あの普通のナイキの T シャツって結構身幅狭いんですけれども、こちらの T シャツに関してはややゆったりとしているような、形になります。で、袖もですね、そこまで長くなくて、ちょうどいいかなという感じなので、私身長168なんですけれども、 168L で、普段のストリートウェア あのシュプリームとかの、サイズ感と同じ感じになるのかなと思います。丈もですね、そこまで長くなくて、ちょうどいいかなという感じなので、L で、ちょうどよかったかなというような形になっております。はい、本日はですね、ナイキの、フェデレーションキットのご紹介をしたんですけれども、今回の、ね、コラボのこのパラなんですけれども、今月の7月31日にですね、ナイキ SB、パラダンクロープロっていうのが、発売されまして、今回のですね、この幾何学模様っていうんですかね、パラのデザインの、今年このダンク SB が、発売予定になっています。こちら私も狙おうかなとは思っているんですけれども、スニーカーズの方では抽選形式の販売になるのかなと思います。土曜日なんで割と参加できる方も多いと思うんですけれども、前回のですね、バルセロナのダンクも、挑戦はしたんですけれども、すぐにあの購入できませんでしたの落選の結果が来たんですけれども、このパラについてもおそらく数は少ないと思うので、結果はすぐに来るのかなと思われます。なんですけど、非常にやっぱですね、今回の、オリンピックのコレクションということがあって、オリンピックスケートボードの人たちってどんなユニフォームで出るのかなと思って非常に楽しみにしていたんですけれども、今回ですね、ナイキの、ユニフォームを着ている国が、多くてですね、日本とアメリカとフランス、あとブラジル
ですね。それ以外はオーストラリアはアシックスかな。であとニューバランスの国もあったと思うんですけれども、やっぱりあのスケートボードってナイキ のブランド力ってすごい強いんだなっていうのを改めて実感しました。はい、本日はナイキ SB のフェデレーションキットをご紹介しました。最近ですね、動画上げられてなかったんですけれども、購入できているスニーカーもいくつかあるので、ですね、また別の動画でご紹介できたらなと思います。コンスタントに動画を上げていけるようにちょっと頑張ろうと思いますので、引き続き皆さんご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、本日の動画が良かったと思う方は高評価、グッドボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で。